カズマ、ちょっといい？何？今ゲームしてんだけど。今じゃなきゃダメなわけ？いや、昨日もゲームしてるって言ってさ、明日ならいいよって言うから今連絡したんだけど。ああ、うるさいな。わかったよ。何？身近に話してね。結婚式の下見、前から行こうって言ってたのにさ、全然話してくれなかったじゃん？またそれ？別にそんな急いでないんだからさ、また今度でよくない？下見に行こうって言ってから4ヶ月経ってるからね。結婚式の日程だって決めなきゃいけないのに。下見もまだなんて親に言えないよ。大丈夫だって。別に結婚式しないわけじゃないんだからさ、そのうちゆっくり決めればいいじゃん。だからさ、そう言ってるうちにどんどん時間が過ぎてるの。結局前下見に行こうって話してた時だってさ、友達と遊びに行くとか言ってドタキャンだったし、それ以降話そうとしてもゲームゲームって。ごめんって、俺だって忙しいんだよ。それにさ、そんな焦んなくてもよくない？もう少しゆっくり考えて大丈夫でしょ。あのさ、もう結婚式するって決めて半年だよ。周りからだって結婚式しないのって聞かれるしさ、カズマだって結婚式したいって言ってたよね。そりゃ結婚式はしたいし、いるよ。でも別に急がなくてもよくない？今すぐ決めることじゃないし。いやいや、結婚式するって目標で今まで二人で貯金してきたじゃん。せっかく目標金額にも達してるのにさ、結婚式の予定全く立てようとしないし。だから貯金だって溜まってるんだからさ、今焦んなくたっていいじゃん。いつでも結婚式できるんだからさ、もう少し落ち着けよ。いつでもできるって言ってるけどさ、したい時にできるわけじゃないんだよ。結婚式当日までに何回も下見に行ったり、結婚式場の予約取ったりさ、たくさん準備しなきゃいけないことがあるわけ。そういうことちゃんと分かってる？分かってるって。準備が大変なのも分かってるけどさ、それを今日やる必要なくない？だからさ、そう言って何ヶ月も遅れてるじゃん。そもそも最初に結婚式の予定立てるの言い出したのカズマなのにさ、毎回なんだかんだ理由つけて約束破るし、本気で計画立てるつもりあるの？春に決まってるだろ。でも俺的には今日は気分じゃないっていうか、別に今日じゃなくてもいいかなーって。せっかくの仕事休みなんだからさ、少しくらいゆっくりさせてくれよ。いや、仕事休みだからこそじゃないの？平日に相談したら仕事で忙しいって言うくせに、休みの日に連絡しても断られるの？じゃあもう計画できる日ないじゃん。そんなに怒るなよ。今日の休みはたまたまゲームしてたからさ、違う日にして欲しかったなってことよ。それに俺ももう少し寝たいしさ、夏美も仕事で疲れてるんじゃないの？疲れてるけど仕方なくない？私自身も平日にいろいろ計画する元気はないし、カズマも仕事で忙しいだろうから休日に聞いてるの。なのに休日もゆっくりしたいからって断られてさ、いつだったらいいわけ？そう言われてもな、その時になってみないとわからないしな。俺も予定あるしさ、また今度は改めて話そうよ。あのさ、正直に言うけど、どう考えてもおかしくないかな。もともとカズマがちゃんとした結婚式がしたいって言うから、じゃあちゃんと計画して二人で頑張ろうって話してたのに、いざ計画立てようってなったらドタキャンばっかりでさ、私一人で考えた内容に対しても微妙とか言うし、結婚式場も二人で下見行かなきゃ意味ないって言うから日程いろいろ聞いてるのにさ。だからごめんって。別に夏美が悪いとかじゃないって。ただ俺もいろいろとちゃんと考えたいからさ、自分でも余裕がある時にしたいわけ。それにさ、こういうことって会って話した方がよくない？一緒にホームページとか見ながらの方が決めやすそうだし。私もそれ今までに何回も言ってるよね。一緒にいる時に話し合おうって。だからカズマの家に行った時とか私の家に来た時に相談しようとするのにさ、せっかく一緒にいるんだからゆっくりしたいとか、休みなのに頭使いたくないとか言って、結局毎回決めずに終わるじゃん。はあ、そうだっけ？
まあ、とりあえずさ、今日はやめとこうぜ。夏美怒ってるっぽいし。俺ももう少ししたら出かけなきゃいけないからさ。え？出かけるの？昨日連絡した時、明日は家にいるし暇だからって言ってたじゃん。だから私も今日計画立てる気満々でいたのに。そんなこと言ったっけ？ごめん、覚えてないわ。どうしても外せない用事だからさ。今日は多めに見てよ。どうしても外せない用事って何？結婚式の予定より大事なわけ？あ、いや、その、ほら、俺の後輩いるだろ？あいつがどうしても相談に乗ってほしいって言うからさ、先輩として聞いてやろうと思って。その後輩って、タコマツくん？そうそう、よくオレンジに来るしさ、夏美も会ったことあるだろ？まあ、あるけど、どこに行くの？ずーに飯行くだけだよ。また帰ったら連絡するから、また夜話そうな。競馬行くんでしょ？え？何言ってんだよ。飯行くだけだって。覚えてないの？この前カズマの家で高松くんと3人で飲んだ時さ、私、高松くんとインスタ交換したんだよ。インスタ？それがどうしたんだよ。昨日の高松くんのストーリー、見てないの？明日は先輩と久しぶりの競馬ー嬉しそうに投稿してたけど？え？あ、いや、なんかの勘違いじゃね？競馬なんか行く予定ないし、本当に飯行くだけだって。別に何でもいいんだけどさ、私との約束何回もドタキャンしといて、後輩とかと競馬行くって、どんな神経してんの？いや、待ってくれ。本当に今回はたまたまなんだよ。高松がどうしても行きたいって言うからさ、連れてってあげようと思って。そんなこと聞いてないんだけど。今まで何回も私と約束したのにさ、毎回ドタキャンしてたじゃん？その時、高松くんとか他の後輩と競馬とかパチンコ行ってるよね？あ、いや、行ってないよ。いつも約束断るときはちゃんと理由言うじゃん。この前は体調が悪かったとか、後輩に飲み誘われたとかさ、夏美の勘違いだって。いや、別にね。後輩と仲良くするのはいいと思うし、パチンコとか競馬とか博打的なもの、もう一応人生経験だとは思うから別にいいんだけどさ、どっからそんなお金湧いてきてんの？それはその普通に給料から出し、ほらボーナス的なやつだよ。カズマの会社ってボーナスなんかあったっけ？それに。この前高松くんと3人で飲んだ時、カズマ、いろいろ話したの覚えてないの？お金なくなった時は貯金を使うって自慢げに話してたよね。そうだったっけ？酔ってたのかな？あんま覚えてないっていうか、俺なんか変なこと言ってた？いや、別に何も。ただちょっと気になったんだけどさ、カズマって貯金してたっけ？いっつも生活費もろもろと結婚式の資金でほとんどなくなるって言ってたよね。え？まあそうだけど、たまたま少し余裕があったっていうかさ、別にやましいことなんかないからさ、変な勘違いしないでね。でもさ、結婚式の資金もさ、お金厳しいからって言って私の方が多く貯金してたよね。それなのに貯金する余裕があったの？それは、その、少し自分で使うように多めに取っておきたくて、お金厳しいって嘘つきました。そうだったんだ。なら最初からそう言えばよかったのに。別に生活費、切り詰めろとか言わないよ。そっか、そうだよな。ありがとう、夏美。いやいや、なんか勘違いしてない？え？別にお金が厳しいなら仕方ないけどさ。カズマ、二人で貯めた結婚資金の貯金からも、勝手にお金、下ろしてたでしょ。なんでそれを。俺が管理するって聞かないからさ、怪しいと思って、口座のアプリ入れといたんだよね。だから下ろしたらすぐにわかるわけ。そんな、待ってくれ、ごめん。最初はほんの出来心で少し借りようと思っただけで、マイナスになった分を競馬とかで埋めようとしたんだけど、全然勝てなくて本当にごめん。結婚式の計画ドタキャンするわ。しかもドタキャンしてた理由は博打。
さらにその資金は二人の結婚資金。いやー、クズにも程があるね。本当に悪かった。もうこんなこと二度としないから。いや、そんな黙って二人の貯金使うような人と結婚なんて無理ですから。そんな、待ってくれ。考え直してくれよ。今更すぎない？散々人の予定ドタキャンして、貯金勝手に使ってさ。あ、慰謝料として貯金残りは私がもらうけど、文句ないよね。ごめんって、俺が悪かった。謝るから。いやいや、ほんと無理。次結婚する人見つかったら、本当に気をつけなね。ま、そんなだらしない性格じゃ、一生結婚できないと思うけど。それから、電話や LINE が鬼のように来ましたが、もうめんどくさいので、全部無視しました。家族に結婚をやめた、と最初に話した時は、何を考えているんだ、と怒られましたが、理由を話すと、ちゃんと納得してくれました。何はともあれ、結婚する前に、彼の本性に気づけてよかったと思います。皆さんも気をつけてくださいね。